足立、はい、今日はある企画をしたいんですが、はい、そのある企画というのもこの施設を使って、トレーニングします。はい。で、なぜこのトレーニングをするかというのは、僕プロ18年やらせてもらいました。そこで、怪我予防とかパフォーマンス向上という意味でパーソナルトレーニングっていうのを大事にしてきました。結局は、いろんなトレーニングがある中で自分で選ばないといけない、自分に合ったトレーニングですね、はい、怪我、じゃあそのトレーニングがどういうものにつながるんだとか、そういうのを考えながらやっていかないといけないと思うので、そこは一つのね、トレーニングの選択肢としてこういうものがあるんだぞと、はい、トップアスリートがこういうものを練習してんだぞっていう感じでね、見てもらえればと思うので、そのサッカー界でも名だたる方々がこのトレーニングを、これトレーニング施設を活用してます。なるほど。はい、というところで僕が実際体感します。はい、はい、体感してやってみて、トップアスリートのトップメニューをやります。那須さん、できるんですか？できますわ。18年。俺18年。言うても18年やらせてもらいますから。なるほど。サッカー界で、で一応まあね、トレーニングもきついのも様々やりましたよ。はい、こんくらいはちょちょいのちょいってやりますよ。本当ですか？ちょちょいのちょいと、はい、ちょちょいのちょいですよ。ね、早速行きたいと思いますよ。ちょちょいのちょい。ブラザーこと牧野選手。はい、牧野選手だったり伊藤翔選手、鹿島アントラーズ、あと、ね、移籍しましたけど橋本健人選手とか、はい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 、もうたくさんいますよ。小川航基選手とかも、内野哲也選手とか、もう上げたらきりないんですけど、はい、あとフロンターレも大島選手とかも、あと J リーグの名だたる選手たちがこのね、トレーニング施設を利用してるみたいですよ。はい、今回そのトレーニング、この施設を利用させていただくんですけど、このトレーニングをやるとハイアルチトレーニングと言います、はい、で、ハイアルチトレーニングどういうものか分かんないので、簡単にその、ハイアルチの信玄さん、はい、ちょっと説明していただきたいと思いますね。皆さん聞いたことあるのは高地トレーニングとか、はいはい、低酸素トレーニング、はい、っていうのも聞いたことあると思うんですけど、はい、多分マラソンランナーがやるようなやつ、まあ、俗に言う今この中実は標高でいうと 2500m、うん、はい、そうすると心肺機能が上がったり、持久力が上がったり、まあ、あとは美容効果が高いとか、まあ、そのトレーニングをしてしまうと、まあ、サッカー選手とこの高地トレーニングっていうか、ハイアルチトレーニングの相性がすごい良くて、うん、でそれを今日なんか那須さんは、あ、うん、もちろんです。もうそれがもうトップメニュー、トップメニュー、トップメニュー、一番やばい、トップアスリートの、はい、トップメニュー、トップアスリートが、ね、逃げ出すメニュー。トップアスリート誰今サッカー界で言えば、まあ有名なことは牧野選手、あ、牧野、はい、うん、ロシア行きましたけど、はい、橋本健人選手、はいはいはい、まあ、結構大体 J1 のチームは大体、ああ、はい、なるほど、はい、まあ、その方々がやってもきついって言うんですね。あの人生で一番きつかったサッカー人生の中で一番最初がサッカーワールドで一番ダントツきつかった、はい、ダントツ、ダントツ、あ、まあまあ僕も言うてもいろいろきついのやってきたんで、はい、あ、さっきも言いましたけど冒頭でちょちょいのちょいですからという意気込みで言います、はいはい、ちなみにこれ那須さん案件ですか？いや、ちなみにね、これ言ってきます、全く案件ではありません。本当にご好意で、新人さん のご好意でそのハイアルチトレーニングご縁を持たせていただいて、僕は本当に重要視してるんですよ、パーソナルトレーニングでは、うん、なので怪我とかね、怪我予防とかパフォーマンス向上でいいので、うん、まあ、ぜひもうちょっとね、そういうのを見てもらいたいと、どういうトレーニングがあるのと、はいはい、実際ね、体感させていただきたいので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで、今からやります、やるんですけど、はい、実際、本当どんな感じ、まあ、やれたとしてもその後大体15分から30分ぐらいはうずくまって動けなくなる。え、ほんとやばいんですか？ほんとやばいです。ひどい選手は3日ぐらいしんどいのが続く。そんなのなんですか？基本的にシーズン中やらないんです。へぇ、オフシーズンの時にやるって、はい、強化メニューとして強化メニュー、超強化メニュー、ヨーヨーテストって言ってサッカー選手がやるテストで、まあ、大体 500m ぐらいのメニュー、500m、 だからあのシャトランです。シャトランですね、はい、シャトランでも300から600ぐらい、そんな伸びんですね。だからあれ片方が 20m なんで、はい、大体15往復から、はい、伸びる選手は30往復ぐらい伸びる。あ、そんな伸びんですね。伸びます。へぇ、だからみんなびっくりしてる。あ、はい、だってさ、8キロぐらいですか？今8キロ、8分。あ、それから8キロ、相当遅いです。
たんじゃないですか。最初はね、上がったら楽になる。息上げないとさ、いやもう心拍数140超えてる。そうっすね、場所トレーニングしないとこのくらいになりますよね。ていうか、まあ、ここ2500なら、あ、そう、それで苦しい。確かにだってもうすぐ150、これでジョグで150、本当っすね、ジョグで150やばいっす。いや、本当っすわ。そうジョギングで150ってないっすもんね。そうなるほど、これがコーチトレーニングの効果なんですね。そうバッチリ。はい、余裕。いや、全然顔そんな顔しないですよ。ちなみにどんなメニューなんですか。まあ、シンプルに言うと、全力疾走を8回繰り返す。あ、8回、はい、で20秒全力疾走をやって、はい、10秒休んで、はいはい、また20秒やってっていうのを、はい、8回繰り返す。そしたら4分になる。そうですね。あ、なるほど。以上なんですか。これ全力っていうのは自分の全力でいい。自分の全力。あ、なるほど、はい、なるほど。ちなみに自分の全力でスピード出るじゃないですか。出ますね。あれ、トップアスリートの人は何キロぐらいですか、はい、このメニューで一番仕上がってて。それこそ橋本健人選手がロシアに行く前の仕上げの時は28キロ。 28? で、このインターバルのその最高速で、牧野選手はどのくらいですか。牧野選手は25と5と6と。なるほど、はい、それを20秒間持たせるんです。持たせる。了解しました。ちょっと指標が上がったので OK です。はい、那須さん何キロ目指しますか。え、いやいや、俺はブラザーに負けてたあるから25キロ越すわ。越したるわ、マジで。そうなんですね。ちなみに、はい、手の動物じゃないんだよ、はい、これ、はい、動画で初公開するんだけど、初、まあ、言葉で言ってたんだけど、緊張するとおえつ出るタイプなんですよ。そうなんですね。そうだから元チームメイトみんな聞いたら分かってくれる。試合前とかいつもおえつしたら緊張してすげえ緊張してで、緊張すると言いたい。ああ、なるほど。緊張すると強いから。なるほど。緊張ないとおえつするとみんなに調子いいねって言われるから。はい、選手に。じゃあ絶好調ですね。絶好調だ、本当に。OK、じゃあ行きましょう。よっしゃ、頑張ろう。 OK、 はい、5秒前。はい、2kg 目前か。
ダメ。上げれなかったんですけど、多分みんなもうこれ乳酸が炸裂しまくってだからこれをそれこそ橋本健人君なんかは最後まで20キロ台は絶対キープするんで最後14キロ取ってた気がする。取ってました。あ、24キロじゃない、14キロ14キロえ、全部20キロ以上ですか。22とかでキープします。ずっとですか。うん、最初28とかで入って、あ、8とかで入って、うん、1本目ですね。1本目で、終わった時が22キロぐらいですよね。そう、うん、で、2本目以降はもう20キロですよ。そうマジマジ尋常じゃない。尋常じゃねえ。人生で何番目にきつかったの。いやいや、余裕で一番きつかったでしょ。しかもこのスピードで2本目以降僕多分20超えてないんですよ。超えてないですね。20キロ超えてなくて、このスピードでこのきつさってそう、ちょっとありえないです本当に。もうちなみにあのこれアスリートあるあるかもしれないけど、はい、あの終わった後に足バタバタさせるの止めてられないの、苦しすぎて息ができないの、足がこうやって動きたいの。いや、苦しいの、足が。魚の真似してんのかな。誰が魚の前。最後ちょっと、はい、一言すいませんでした。視聴者の皆さん、大口切ってすいませんでした。でもそのぐらいもうめっちゃきつい。めっちゃきついでしょ。信じられないです。やっぱあれですよね、低酸素だから乳酸が早く溜まって。そうです。ちょっと思ったの、3本目ぐらいまで結構走ると思ったんですよ。2本目以降もう重りが途中からね。はい、そうです、もう重りがのしかかって足が全然つまらないですね。じゃあ私今回ね、はい、もう今回ちょっと締めに来ますけど、はい、もう新店さんのご協力でちょっとハイエルツトレーニングということで、これまあパーソナルトレーニングというかの一つとして、まあ、心肺機能とか怪我予防とかね、いろいろそれ以外もいっぱいあるんで、ちょっと概要に少し書いてるんで、いろいろと。で、それは皆さんね、もしよければというところなんですけど、本当にこういうトレーニングって大事だと思います。パフォーマンス向上とか怪我予防っていうので、で、こういう本当にプロの方がいて、その指導のもとにやらないと怪我につながるので、それだけ注意してほしいっていうのと、やっぱり裏側には皆さん多大なる努力があるというところをね、知っていただけたらと思いますね。はい、このハイアストレーニング今回体験させていただいてありがとうございました。お疲れ様でした。いや、マジで今ずっと喋ってるけど何言ってるか分かんないな、自分で。視聴者の皆さん、わけ分かんないこと言ってんなとか言わないでくださいね、マジで。もう脳みそが全然回ってねえんだ。マジできついよ。うん、まあでも、ね、しっかり休んで、しっかりですね、パフォーマンス向上のためには必要ですよね。そうです。はい、本当ありがとうございました。ありがとうございます。